今日は男性の頭もみを行います。はい、いかがですか。いいですね。もう少し強くてもいいかな。もらえますか。今の親指にね、こっちですか。両方、ね。はい。痛い。よし。痛気持ちいいですか。痛気持ちいいね。痛いけど効いてる感じがするね。ちょっと顎引く気味にしていただいて、痛みに耐えなかったから、あ、安定するようにちょっと背中少し起こしていただいて、はい。痛いですか？大丈夫ですか？止めていただいて、首が効くな。楽にしていただいて、はい、ちょっと抜くよ。
今度は横向きでお願いします、はいはい、痛いですかね。いや、大丈夫。はい。ああ、今のとこ効くね。そうですね。うん、そこそこ効くね。これは痛いね。痛いですかね。痛い、すごい痛い。いやいや、効いてる感じがするんで、あれ、ちょっと非常に硬いですね。あ、そう、はい、ちょっとマッサ入れた方が、はい、さっき痛くないですよね。痛いですか。気持ちいいですかね。うん、そうね、うん、ゼロンできましたね、うん、これどうですか。うん、気持ちいいですよ、はい、痛くはないです、全然痛くないです、はい、より痛くないですよね。いや、同じようなもんだ。あ、本当ですか。いや、でもいい感じ。あ、でも違うの、感触が違ってる、うん、全然違いますよ、うん、多分、自覚がないから鈍いんですよ。あ、そうか、うん、差が分からなくなってる、うん、なるほどね。そこつもね、膀胱系のツボですね。うん、そう、ここからずっとつながってるんで、ああ、また来てる来てる、あ、いいね。首になると痛いね。ここが硬いですね。うん、うん、
い、結構緊張続いてるので、うんうん、いつも力は入ってますよね。あ、そうですか。これでも好きな人多いんですけどね、こうやってやるの。うん、いいよ、気持ちいいですよ。そこね、ありますね、なんかここの四角筋と乳突筋がすごい硬いですね。ああそう、この辺ははっきりコリが見えますね、うんうん、あー痛い痛い、ちょっと腕後ろにいいですか。
こが痛いですね。あ、痛いね、痛い、うん、それぐらい強いと頭も効くね。この辺は凝ってますからね、うん、あのこう横に切るようにするとかなり効きますよ、ね、うん、くるね、うん、好みが分かれますけど、うん、お好きですか。うん、悪くないね。だんだん効いてきたんじゃないですか。効いてきたね、なんかね、うん、あの鈍かったのが、うん、感じるようになったってこと、うん、っていうこともありますね。慢性的に凝ってると、うん、刺激に対して、うん、まず入っていかないっていうのがあって、うんうんうん、壺が閉じちゃうみたいな。そうです、そうです、うん、で余分な力が抜けて、うん、押せるようになるとしっかり感じるようになるので、うん、なるほど、効いてるなっていう感じが強くなるかもしれませんね、うん、ああいいねそれも、うん、結構今の方がかなり凝りが強くはっきり感じるので、うん、痛いですね。あ、痛いね。でもさっきより押せてるので、うん、結構首が冷たいんですよね。あ、そう、うん、だから割合もともと首冷たく送り出す、いや関係ないですね送り出す血も、うん、ちょっと弱いのかもしれないですね。あ、なるほど、左側が送る血で、うん、ね、右の首を取って体に回っていくんで、左首が冷たいっていうのはちょっと心臓から出てくる時点で弱い、運量が少ないとか。結構頭はあったかいので、うん、ちょっとこう鬱血しちゃってるのかもしれないですね。じゃあ仰向けにお願いします。仰向け。はい。こっちか。はい。
楽にしてくれるよ。ここ伸びてる感じありますか？うん、はい。楽にしててくださいよ、はい、息吸って、はい、はーっと吐いてください。吐き切ったらそのままゆっくり呼吸続けてくださいね。左肩の方が動き悪いですよね。ああそう、上がってるし、これ、うん、こっちの抵抗感と、うん、こっちの抵抗感、うん、左の方が強く感じませんか？うーん、どうかな、あんまりわからないな。じゃあまっすぐ案内してみて、うん、手を上げてください、はい、そのまま、はい、中にしてください。ここでまっすぐにすると、うん、やっぱりちょっと顔が左向いてますよね。だから左の方が短いんですよ。あ、なるほど、うん、なんで、うん、そのまま握った状態はキープして、
これでまっすぐ腕伸ばしてください、はいはい、上に上げてください、はいはい、顔ぶれませんね。ああそう、はい、うん、抜いてくださいね、はい、こっちの方楽、楽ですか、うん、そうですね、そしたらですね、うん、ちょっと押さえますけども、うんうん、こっち反対向くようにしてください、はい、はい、お願いします。こう、あ、こういうこと、こういうことです、はい、抵抗に勝つようにして、あ、了解です、はい、はい、お願いします。はい、ぐーっと全部つけくるような感じで、はい、いいです。もう1回、あ、2回も行いますね、あと2回、はい、はいはい、お願いします。あと1回ですね、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、取れましたよね。ああ、そう。この痛みどうですか。うんうん、痛いよ、痛い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 。変わんないですか。うん、分からん。分かんないですか。うんうん、あ、こっちはあんまり痛くないな。痛くないですか。うん、はい。こっちの方が痛い。うん、あ、こっちの方が凝ってますね。うん、そっち痛い。うん、じゃあちょっとこっち側やってほぐしたんで、うんうん、多分こっちがまだ残ってるっていうことですね。こっち側も。川向こう。そうですね。指もなんかパキパキ言いますよね。うん、やっぱり詰まってる証拠なんで、肩もそうですね。かなり普段の姿勢が悪いということ。姿勢よりも動かしてない。力が入ってることと、うんうん、可動域の制限ですね。使ってないところが硬くなっている。いろんな円運動とかをするといいんですけど、しないですよね。まあ、ね、普段曲げ伸ばしが、まあね、うん、だけだと思うんで、反対に持っていく、普段使ってない動きをするっていうことですよね。うん、胸のあたりが何か重いの、何か症状が乗ってますね。あ、乗ってる、乗ってるのか。声出して、そう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 、はいはいはい、
はい、あ、だいぶ違う感じがしますね。落ちますね。痛くないですね。いや、まあちょっと痛いですけど。ちょっと痛いですけど。まださっきより全然感じが、同じように押してるんですけど、感触が全然違いますよね。はい。っていったところで、はい、はい、以上になります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。